素晴らしい自然のことからお話をしたいと思います。私も大好きな自然がこの鶴岡にあります。今日、YouTube でもアップしましたが、大山上池下池、特に下池では大鷲というですね、本当に美しい鷲が来ていまして、昨日私も撮影に成功しました。これ早速、Facebook とか、YouTube に上げさせていただいておりまして、ぜひご覧をいただければと思います。こんな鳥が来るんだっていうびっくりするぐらいの写真が撮れましたので、ぜひ、ホームページなどご覧をいただきたいと思うんですが、ラムサール条約の指定湿地になって15年経ちます。当時私は委員成り立ての頃、実はあの大山の上池じゃない下池のところに今都沢湿地として、この自然公園みたくなっているところがあるんですが、それがコンクリートで全部埋め立てられて、子供の国っていう横浜にあるようなそういう、コンクリートで一回埋めてそこテーマパークみたいなことにしようっていう構想が、持ち上がり、当時大浦の自然を守る会っていうのを立ち上げて、みんなでそれをじゃなくて湿地そのまま残そうよっていうそういう運動をしました。その運動の、その関わりでですね、呉地正幸さんという、宮城にお住まいの方とお会いしました。で、呉地さん当時、本当しょっちゅうですねこの大山上池下池に訪れて、いやこのカモがもう当時6万鎌ぐらい来てたんで、カモがこんないるのはすごいと、すぐにでもラムサール条約湿地にできるから私と一緒に保護運動をやりましょうっていう、そういうことで、取り組みをしていたんですが、その呉地正幸さんは実は昨年の12月今年の12月昨年の12月、ラムサール条約の締約国会議っていうのがあったんですが、この、締約国会議でラムサール賞、それもワイズユース賞という最高賞を日本人で初めて受賞されました。この呉地正幸さんとの出会いから、このラムサールのその湿地にしようという運動が高まって、私も初めて議会で質問したりして、ようやくラムサール条約指定湿地になったのは2008年です。まあ、その頃の、大山の方とか、あとはその当時の神尾さんと議長とかが韓国まで行ってラムサール賞を受賞して、締約国会議のその賞状をもらってきた。それが15年、もうかこれ15年になります。でラムサール湿地大山上池下池どうなのかなっていうと、すんごいです。ガムが昨日も400羽飛びました。そして大鷲がカモを追っかけてきて、大鷲も写真で撮ることができます。今いや昨日なんか栃木県からわざわざこの大山上池まで来て、あ下池まで来て写真撮りにやってくるみたいな、そういうところなんですね。はい、あの大山上池下池の自然で、そこに風車の問題が、実は昨年から持ち上がって、この1年間私たちも運動してきました。で、まあ JRE という、まあ、巨大な資本のエネオス資本の、巨大企業 JRE が先日撤退を決めたわけです。まあ私たち1年間ぐらいこれどうなるかなと、もう本当しぶといっていうか、本当にあの全国でいろんな問題を引き起こしていながら、なかなか撤退するなんて非常に難しい、そういう JRE というジャパンリニューブルエナジーという、風車をの発電を事業とする会社なんですけど、それが、政治撤退を決めたわけです。まあ、この間いろいろありました。まあ議会でも、まず今年の2月1日に市長がこの JRE に撤退を求めるという表明をし、その後議会では、自民系の皆さんが、その市長のその撤退表明を撤回せよという請願を上げてきたりとかですね、まあ、いろいろありました。で私も、30分ぐらいの討論を9月議会だと思いますが、行いました。
なんであそこに風車が建てては風車が建ってはいけないのか、まあ、大きな理由はこのラムサール条約湿地から 1.5 キロしか離れてなくて、ラムサール条約湿地、大山上池下池に飛来するコハクチョウ、ガン、カモ、そういう野鳥たちに影響を与える、これが大きな、視点です。それと風車騒音と健康被害という問題があって、このことも私も1年ぐらい、かれこれ、調査研究をしまして、北大の田草先生という方と連携をして、それは今年の5月に勝田竜平参議院議員という、議員から国会質問をするところまで、はこぎつけました。でもこの問題はまだこれからということなので、さっき取り組んでいきたいと思ってるんですけど、風車は騒音が発生します。そして、睡眠障害を引き起こすということが大分、県立看護科学大学の影山先生、そういう方々が1000人規模の疫学調査をしてもう分かってるんですね。でも環境省の指針にそれがきちっと踏まえられていない、これがやっぱ問題だ、このことはまたさらに、追及していかなきゃいけないんですけども、風車をもうでっかい巨大な風車を民家の近くに建てると睡眠障害が明らかに発生している、これも疫学調査でもう証明されているってことなんです。なのでそういうことも踏まえなきゃいけないと、そういう主に2点を主張しまして、この運動を展開してきました。まあ最近になって、クマタカが風車に当たっちゃってましたということが分かったりとか、そういうことがあって、で調査をしたらやっぱこの風車を建てるところを渡り鳥がガンガンこう飛来して通過しているという情報も得たということで、まあ、いろいろ情報にいろいろあるんで、いろいろ言いたいことはあるんですが、まあ、基本的には潮流への問題ということが指摘され、それで JR 議は撤退をした、まあ、よかったなと思っています。で、毎週通っている大山上池下池の自然については皆さんで、守ることができたんだよということで、今回の、YouTube にも上げさせていただいております。毎週コハクチョウがガンガン飛ぶ11月頭ぐらいの映像とか、最近は800羽ガンが飛び立ったんですけども、その映像も収めておりますので、ぜひ、大画本でお楽しみください。で、鶴岡市で12月は私は今鶴岡市で総合計画というのを定めております。で今最終段階に入ってまして、この第2期総合計画っていうのをこれから皆さんに、ご紹介をしてパブコメと言って皆さんのご意見をもらって最終段階に行くと思うんですけど、まあ、これちょっと考えてみると総合計画って立ててもどれだけの人が見てるんだろうって素朴な疑問を持ったわけです。で計画作っても市民の皆さんが参加してくれない計画なんてもう絵に描いた餅というかもう何にも意味がないっていうものになります。これまでは行政だけで進めていけばなんとかなるっていうそういう社会でしたが、今もうそういう時代ではありません。市民の皆さんと一緒に同じ計画、同じ目標に向かっていろんなチャレンジをしていく、そういう姿勢じゃないとサステナブルでもないし、もう没落の一途をたどるだけです、まあ、そういうふうに感じたので、どれだけ今の段階でも分かち合えて、そして総合計画これができたものをどういう形で皆さんの自分ごとにしてもらうのか、どうして分かち合って皆さんと一緒にチャレンジしていけるような計画になるのか、そういう、質問をしました。皆川市政は対話で元気にするっていうのを掲げています。これは大変いいことで、対話で元気になる、対話で元気になる、そうだよ対話で元気になるんだよなって思いながらも、私自身対話って
対話だよなって思いながらも分かってなかったっていうことが最初にすごく分かる、そういう、ことがありまして、分かち合いっていうの本当大事だなって、最近特に思ってます。分かち合いがないから、ありがとうございます、分かち合いがないから平気で今自民党の、ね、お金とまた政治の問題やっちゃってますけど、もう 隠そうということが隠せる社会だからこうなっちゃうんですね。すべて分かち合いの社会の中で新しいものを生み出していく、そういうふうに政治を変えていくことが私は必要だと思ってます。ありがとう。本当今の政治と金の問題もぶっちゃけお話すると、経営団連というでっかい企業の人たちに都合のいい政治になっちゃってる。彼らのお金をもらって、その彼らのお金出してくれた彼らのための政治を自民党の皆さんやっちゃってるんですね。それが明らかに判明したのが今回の事件です。まだそんなことやってんのかと。皆さん知ってます、ドイツは原発、今年の4月15日で原発ゼロにしたんです。ドイツもそもそも38基原発を持ってた国でした。で、2011年東日本大震災、あの時の福島の原発の事故で当時のメルケルさんが、こんなハイテクの日本でも原発コントロールできないんだということで国会で決めたんです。ドイツの国会は2022年の末に原発ゼロにするって。でそれから彼ら何してきたのか、ジーメンスっていう、日本でいうとシーメンスって会社あるんですけど、それは原発のメーカーでした。そのシーメンスっていうメーカーは原発作ってたんですけど、今何の会社になったか、風車を作るメーカーになったんです。だから原発で働いてた人が今風車を作ってます。グリーン産業の雇用になってます。こうやって買ってって、今年の4月15日、ウクライナ戦争とかいろいろあったんでちょっと遅れましたが、ドイツは完全ゼロにしました。今原発の電気なんて一切使ってないのがドイツです。それに比べて日本なんですか。自分のところで事故を起こしながらもう一回原発に回帰するって、これオーストラリアの国会議員、私に言われたのは、日本の政治は本当気違いだって言われました。原発の前に広島長崎で原爆で何十万人も殺され、そして福島で20万人のこと方々が避難しなきゃいけないことになり、今も帰らない人たちがたくさんいます。その中でもう一回原発に回帰するって、もうどういうことなの、その判断は何なのって。今年実は緑の党 の韓国で世界大会があった時に、オーストラリアの緑の党の元国会議員に会ったんですけど、その方に言われたのは、もう気違いの政治が行われている、もう明快に言われました。なんでそうなってるかっていうと、金もらってるからなんですって。でっかい企業や原発メーカーや電力会社の金もらって設置やってるから、こういうことなんです。本来政治はちゃんとした未来を作っていかなきゃいけないのに、企業の言いなりになって金もらってやってたらいつまでもシフトしていけないんです。そのシフトが必要なのが今です。今本当に持続可能な社会に向けてシフトしていかなきゃいけない。だから企業献金禁止して当たり前なんです。ちっちゃい企業でも志を持って再エネに取り組むとか、分かち合いを進めていくためのいろんなファシリテートをやるとか、そういう企業がどんどん力を得て日本も発展させていかなきゃいけないのに、もうこれまでのもう大きな企業の言いなりになっている政治ではそれができません。だからまずは政権交代することが私は必要だと思ってます。それともう一つ、まさにいろんなことを分かち合うには情報の公開が、透明性が必要です。今皆さん行政の情報掴んでます？これちょっと分かんないままだと思います。だからメニューのない喫茶店で注文できないと同じように、メニューを提示してないからダメなんで、今年はこんなことに予算を使う、今年は
こういうことをやりたいんだけどどうって、もっと皆さんに投げかけていかなきゃいけないし、そういうことでありながら本当に分かち合える行政だったり市政の仕組みに、やっぱこれ本当に大きく転換していかなきゃいけないと思っています。今皆川市政がやってる対話の市政っていうのはそういうことなんだと思っていて、これ昔の市長の時よりも随分対話進んでると思います。ただまだまだと思ってるので、私ももっと力を尽くして対話の姿勢を進めていきたいと思っております。そうです、12月議会でやった質問の中で観光政策でありますよね、これの質問をしました。鶴岡食文化創造都市だっていうこと、ユネスコっていう国連の機関が認める食文化創造都市だってこと知ってる人？知らない。ユネスコが認める食文化創造都市って、これまで、全国で一つだけ鶴岡だけだったんです。でこの3年前に大分県の臼杵市というところが2番目の食文化創造都市になりました。食文化創造都市ってガストロノミークリエイティブシティっていうんですけど、食文化すごいんでそれを生かして創造的な街づくりに取り組んでる、それが鶴岡ってとこですよってユネスコが認めてくれたんです。それにふさわしいことやってるかっていうと、いやまだまだだよねっていうことで今回質問させていただいたんですけど、市民の皆さんお一人お一人の可能性にチャレンジできるのが食文化創造都市だと思います。だって皆さん毎日食べる食卓で皆さんが作り出す、今日はこの味噌汁に何を入れようかなみたいな、あこれ入れてみようかな、それが食文化ですよね。じゃこれ美味しいってものを作れた、おやったみたいな、そういうことを今もう世界発信できるじゃないですか。インスタ、YouTube、Twitter、今 X、もうそういう社会の中で誰もがチャレンジできるし、可能性を、まあ、可能性にチャレンジできるというところだと思うんです。だから行政がもうスポットを当てて、まあ頑張れ頑張れって、まあ奥田君のアグリケッチャーノもすごいんですけど、私はやっぱこう市民の皆さんお一人一人が、まあ、最近も大黒様の落とし屋ありましたけど、その時にこんなもの食べた、こんなもの食べて、あこれがなんか12月9日だとこれをやっぱ食べなきゃいけないのは鶴岡なんだって発信すること自体が実はすごいことだったりするわけです。世界のどっかにいる人がえそんなことをやってるところがあるんですねって、じゃあそこのものを食べてみたいと思って来たりするわけです。今実際出羽三山の精進料理、わざわざフランスから食べに来る人が来てみたり、まあアルケッチャーのところもね、アジアの人が台湾の人が食べに来たりとかいろいろ始まってますけど、それだけじゃない。市民の皆さんの本当皆さんが食べてる食卓で創造性を発揮していただくところことで、あこういうものを発明したっていうものがこの鶴岡にもできて、え食材は何って食材こう見つけていったら、その在来作物ってここならではの作物野菜が60種類あるって、これも本当世界中でこの鶴岡しかないぐらいの宝物みたいなものなんですけど、まあこういうこととかですね、まあ本当あの素材がものすごいたくさんあるので、これをやっぱアレンジするのは市民の皆さんなので、そういうところにぜひですねチャレンジしていっていただきたいというふうに思っています。で本当私自身も分かち合いと言いながら今日は言ってるんですが、その分かち合いというのがよく分かってなかったっていうのが正直なところです。いろんな、ね、皆さんの会話の中で噂話とか、あの人こうしてんだよねとか、ああこういうふうに思ってんだけどって、本当に現実でそう起きてます？それは本当に起きたことなのか、それとも皆さんが抱いている勝手に抱いているストーリーなのか。噂話をほとんどってストーリーですよね。
噂話で言われている人の過去のことだらけで、今その人どうしてるか実は分かってないじゃないですか。そんな会話って意味ないんですよ。そのことやるより私は今できる、何ができるのか、で今皆さんと一緒にいる人たちといろんな対話分かち合いをして次何しようか、そうした方が全然楽しいし、未来になんか夢なんか描けたりするじゃないですか。そういうことを努めてやることだよなっていうふうに思っています。でまあ政治の世界も本当いいかっこしいとペテンだらけなんで、そうじゃなくて本音本気で向き合って分かち合ってぶっちゃけ話して次を作り出すみたいなことを正直やんないと、正直それやんないともうやっていけない時代になってきてると思うんですね。嘘ばっかりとかって国民市民の皆さんに言われたら政治終わりだと思うんですよ。もう嘘ばっかりじゃない、本当に本音本気、皆さんと本当に分かち合って次を作っていける、そんな政治をやっていきたいと努めて本当最近思い直しました。なんだろう、なんかいやそんなことを言ってもねっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、それを可能な社会にしていかなきゃいけない、それは私たちが取り組んでいかなきゃいけない問題だと思っております。なんかそうですね、あと一つだけ百条委員会っていう問題がこのスローカーではびこっていますが、そのことだけちょっと本音をお伝えしたいと思います。で2つあって、100万その市長の関係の100万円もらったものをちゃんとした報告書に記載してなかったっていう、この問題と、あとパワハラの案件っていうのがあるんですが、そう100万円の JUJU の問題、これは支援者の方がもう本当市長の仲間で、その支援者の方がいやなんか生活も大変だろうから何でも使っていいから、で自分の名前出したくないからとにかく100万円渡しますと、もう頑張ってねって渡したお金なんですよ。それで良かった話なのに、途中でそれは選挙資金だからちゃんと書かなきゃいけないんじゃないかって、その渡した本人が豹変しちゃったんですね。でマスコミにリークして、マスコミはなんだかんだって、問題が持ち上がって、選挙で負けた自民系の人たちがこれは問題だ、問題にしようって各条委員会立ち上げちゃったっていうの、それが本当のところです。で私たち反対をしました。でパワハラの案件なんて、パワハラってのはいつ何時に何とかっていう言動があって、これは私もうもっとパワハラを受けたということで、私はもう本当許せないから訴えますって、訴える人がいてパワハラの事件っていうのになって、そのパワハラの調査に進むのがこれは当たり前のことだ。今回訴えてる人誰もいないんですよ。なんか変な手紙になんかあったらしいって噂話みたいなことが書かれた手紙がやってきて、初めは匿名だったんですけど、途中からなんか OB の人が名前出しちゃって、だけどその名前の人が訴えてるわけじゃないんですね。名前の人も噂話みたいな、そういう話題になったっていう、そういう変な手紙だったんです。でそれをことさらに取り上げて、ほらパワハラあったんじゃないって、なんか百条委員会に無理やり入れられたのが正直なところなんです。で私たちも抵抗しました。こんなもんでパワハラの百条なんてありえないって言って、で調査がこのもうかれこれ 2年になるのかですね。もうなんかやってる本人がもう分かんなくなるが、50回ぐらい皆さんの税金で予算を使い、で弁護士さん雇ってるからその弁護士さん費用100万円使い調査を進めてきました。100万円JUJUの問題は、私たちの結論はそうです、渡した本人が豹変しただけですよねって、それが事実です。でパワハラ案件はこれ
秘密会でやってるからここで皆さんにお話しすることはできませんけど、何も訴えてる人いませんねって、そういう話だけです。なのでまあどういう結論出すのかねっていう、でこういうド素人の私たち市議会議員みたいなのがこのパワハラの認定とかやっちゃっていいのかって、私はこのパワハラの案件が出てきた当初に言っていて、それは朝日新聞でデカデカと書かれて、今も書かれてるんですよ多数決でパワハラ認定するのかって、おかしいでしょっていう、そういう内容の朝日新聞の全国版で今もウェブに載ってます。恥ずかしくないですかっていう、そういう問いかけを僕はずっとし続けています。まあ、百条委員会ね、皆さんもなんか歴史上悪いことしたのかなとかって思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、全然何もっていうのがこれは本音のところです。はい、あと最近ね、最近本当ガザって知ってます？そのパレスチナ、ガザ面積がちょうど酒田と鶴岡、海側の酒田と鶴岡を合わせたぐらいの面積なんですよ。そこに酒田と鶴岡を合わせて、大体そうですね、鶴岡12万でしょ、酒田10万、23万人ぐらいじゃないですか。ガザは同じ面積に230万人住んでる、230万人住んでる。で、平均年齢が18歳なんです。子供たちだらけなんです。で、そこに、イスラエルが空爆し続けてて、もう犠牲者2万人になりました。半分以上子供たちです。60% が子供たちが亡くなってると言われていて、いまだにこれ止められてない。で、それもうちの議会からも停戦、休戦、そういうのをしましょうっていうことの決議を上げようということで、市民の方が請願もいただいたんで、それを議論をしました。で、もうそれは真っ当なことだと思って、で、憲法9条を持ってる日本からちゃんとそういう発信をするってことも大事だし、この日本、このスローカーも平和都市宣言ってやってるので、そこからきちっとそういう声を伝えましょう、議会から上げましょうっていう議論をしましたが、残念ながら自民系の人たち、あと公明党も反対をして、その決議案は出すことができませんでした。それ非常に残念なことだったと思います。まあ、今も空爆続いてて、もう2万人の犠牲が何万なのか分かりません。で、なんか病院にその悪い奴らがいるらしいとか言って、病院に爆撃が起きているって、もうとんでもない状況が起きていて、まあこれも本当私たちもテレビで見るしかありませんけど、今世界何が起き、こういう本当無駄な戦争が起きているということ自体も受け止めなきゃいけないんだなっていうふうに思ってます。私たち大人がちゃんと動き出さないといけないんだと思っていますけど、動いてる人たちは動いてるんですよ。でもなかなかこれ止めることができないでいる、まあ、本当に歯がいい状況だと思います。で、今この日本で何が起きてるかっていうと、軍事大国になろうとして、これも皆さんに知っていただきたいその一つです。ねえ、僕も戦後生まれですから、実感としてはないんですけど、前の戦争で300万人の犠牲がこの日本で起きました。で、そういう狂った社会をもう一回作ることのないようにということで、憲法9条、平和憲法、まあ、これを基本的な柱として今の日本国憲法というのを作って、私たちは遵守しなければいけない、特に政治家は遵守しなければ、守んなきゃいけないという立場にいます。で、憲法の主役は皆さんです。で、皆さんは守らなくていいんです。皆さんは守らせる立場です。誰に守らせるかっていうと、政治家、公務員、
だから国で働いてる人たちに守らせなきゃいけない。国民は守る義務はありません。国を動かしている人たちが守んなきゃいけない。これが憲法です。で、自民党の人たちは、ね、それをなんか勘違いして憲法で国民をコントロールしようなんてバカなことをやろうとしているですね。自民党の中で憲法草案ってそういうことが書いてあるんで、まあ基本にある方は読んでいただきたいんですが、違うんです。国家も憲法によって私たち縛られていて制限されている。でも最近の政治は安倍政治の時からそうなってるのは憲法を逸脱して、だから9条に何書いてあるかというと軍隊持っては持ちませんって書いてある。だから自衛隊は作りました。で自衛隊は作ったけど最小限の軍備で基本的にやることは国を攻めちゃいけないし、なんか戦争しているところの仲間として戦ってもいけないしっていうことが書いてあります。これは集団的自衛権というのを認めないっていうことなんですけど、安倍政権の時にやったのはその集団的自衛権で、アメリカがもしどっかの国に戦争を仕掛けたら一緒に戦いますよみたいな、そういうことを認めちゃったんですね。でこの岸田になってから去年に安保3文書のっていうのが改定されたんですけど、それまでは軍事は持つけど GDP1% 未満に抑える、これは三木首相の時に決められた約束でした。それが最小限の軍備だよって、そういう示しだったんですけど、去年 の、 その安保3文書の公開からその敵基地能力、敵基地攻撃能力とか、そうやってミサイル買ってもいいんだっていう、そういう基盤にして、今 2% 目指してとかってやってますけど、 2% 目指すと日本というのは世界で第3の軍事大国になる。アメリカ中国に引き継いで3番目の軍事大国になる。軍事を持たないって9条に書いておきながら、それはないでしょうっていうのが言いたいことで、完全憲法を逸脱した政治になり下がってるっていうのは去年の岸田からの今の社会です。で43兆円いきなりこのミサイルガンガン買ったりとか、グローバルホーク買うとか、なんかもういろんなのをアメリカのその、ミサイルとかの名前がガガ出てくるんですけど、グローバルホークで日本が買おうとしてるのはもう完全にアメリカで払い下げになって使い物にならない、韓国では一切採用しない、そういう何でだろう、軍事機材なんですね。でトマホークだって航空機と同じ速さでしか飛ばない、そのまあいわば昔のミサイルなんです。そんなものを買って敵基地攻撃能力だとか、北朝鮮の超音速に対抗するとか言っても、ちょっと考えたらえっていうところばっかりで、もう皆さんの税金をドブに捨ててるようなもんなんですよ。正直43兆円もこんなことを認めていいのかと、憲法を持っていない、平和憲法を持っている国がこんなことでいいのかって、こういうこともなかなかマスコミも取り上げないし取り上げてくれません。でもこれも皆さんに本当しっかり伝えていかなきゃいけない問題です。でそんなお金があるならやらなきゃいけないこといっぱいあるんで、大学も無料にしたいし、オペ当たり前です、大学も無償にしたいし、本当市民の皆さんが力を得れるような政策ってもういっぱいあるのに、ね、全然できてないし、お金かけたいとこいっぱいあるんですよ。箱物だけじゃなくてソフトの面でも教育に金がかけなきゃいけないし、私も2年半ほど介護職やってましたけど、介護職の給料ってひどいんですよ。大学卒で15万しかもらってないのザラですからね。そんなので生活成り立つと思いますか？私は生活成り立たなくて、
ぶっちゃけ話すると家庭崩壊しました。だからダメなんですよ。介護職ドイツだったら看護師と同じぐらいの給料もらってるんですよ。日本の社会こう分かち合えてないから、いろんな問題もこう気づかせないで進んでるんですが、気づいたらええー、何これみたいな、たくさんありすぎて、あ、やんなきゃいけないことたくさんあること分かりました。介護職の給料は月給で10万円上げなきゃダメです。もうやる人どんどんいなくなります。もう超高齢化社会とかってなってんのに、介護できなくてどうするんですかっていう、そういう当たり前の課題があるのに、ちゃんと国が認めないし、こんななんか月給15万ってプロとして認められてないってことじゃないですか。介護職は明らかにプロの仕事です。下の世話だけしてるわけじゃありません。ユマニチュードとか本当向き合ってやんないと引っかかれたりいろいろするからメソッドがあります。そういうのをみんなで学ぶ、そして、ね、本当に現場で笑顔を作り出す、それプロの仕事なんです。まあ、本当にお金かけなきゃいけないところたくさんあるので、軍事なんかにおかけ回しているところはありません。で、日本を守れるのかってこう疑問があるかと思います。抑止力で国が守れるなんて大嘘です。抑止力でとしてミサイル積んだら、ミサイル積んだ分だけ危険になる、これがこれまでの戦備です。で、幸いなことに私たち9条を持ってるわけですから、平和憲法を持ってる国ですから、丸腰とはまでは言いませんが、コスタリカって丸腰ですけど、丸腰とまでは言いませんが、今ぐらいでいいんじゃないでしょうか。これ以上積み上げてどこと対抗するんですか。中国と対抗するって、中国どのぐらい軍備持ってると思います。今でもう日本の4倍持ってるんですよ。日本で爆撃したって全然釣り合わないじゃないですか。超最新鋭機器ガンガン持ってるんですよ中国は。で、まあアメリカと一緒になったら戦えるって、それ戦ってどこが戦場になるかって言ったら、日本そのものが戦場になるんです。やり始めた。で、台湾有事とか言ってましたけど、台湾って今すごくって、なんだっけ、半導体で世界一の企業があるんです。で、そのものすごいちっちゃいあの IC って言ったらいいか、そういう、ものを持っているっていうか、その開発はそこしかできないんですよ。 TMSC って言いますか、台湾なんちゃらかんちゃら TMSC、 もうそれ台湾全土に工場があるんですけど、今もうどんどんもう世界一なんですよ。そこの半導体工場がある何かあったら世界中の経済がストップするって言われている。そんなところを中国が攻めますかって、アメリカがそこを戦場にしますかって、ちょっと考えたら分かることなんですけど、なのでなんかこう基本的に今この政府は皆さんを情報でコントロールしていると思っています。分かち合わなきゃいけないこと本当は分かち合ってなくて、そして都合のいいことだけ皆さんにお伝えをして皆さんをコントロールしている、これが安倍政権から特に強まった。メディアもコントロールして、メディアで、ね、国屋さんとか古田さんとかもう物言うキャスターことごとくやめさせられましたよね。そしてステップに都合の悪い人たちをどんどん辞めさせて、都合のいいことを言う人たちだけでプロパガンダって言って、で、福島の海洋汚染水は汚染水じゃありません、あれ処理水といいんですと、汚染水と言ってる人は手を挙げてください、糾弾しますからって言って国民に汚染水と言わせない。 NHK がそのざまです。なのでメディアもちゃんと注意深く見てないとコロッと騙されたりするので、特に軍事系とか原発系とか
大きなお金が動いているところはコロッと騙されてしまいそうなプロパガンダが強烈に敷かれてて、それでお仕事している広告代理店の皆さんも確保されているので、私たちは本当注意深く見ていかなきゃいけないということだと思います。なのでこういう本当身近なところで身近な政治と分かち合うってことから始めないと、本当この国は溶けていかないし、ブレイクスルーできてないと思います。そこのことに私はチャレンジしていきたいと思っています。長々とお話しさせていただきました。いろんな情報、今日もできればこの、皆さんにお伝えしていることを YouTube で流していきたいと思いますし、いろんなコーラどうなんだとか、こんなこと言ってるけど本当なのっていうことがありましたら、私のウェブサイト、草島 .org ってあるんですけど、これとか Facebook もやってますので、 Twitter もやってますので、ぜひお問いかけ、お問い合わせ、お問いかけをしていただきたいと思います。今、掲げているのは分かち合い共に作る、自然と共生する、持続可能な鶴岡へということを掲げています。しっかりと頑張っていきたいと思いますので、ぜひありがとうございます。聞いていただいてありがとうございました。本当、皆さん良いお年をお過ごしください。宣伝しますけど、明日明後日、これはスペシャルなお祭りがあって、出羽三山神社羽黒山の頂上で奨励祭っていうのが行われます。コロナ明けでようやくまともな形に戻っての初めてだと思います。去年までちょっと時間が変わってたので、10時ぐらいに行くと若い人たち本当、つつがむしの形取った、つつがむしを形取った、わっていうか、それで作った虫をに火をつけて、それをこう2チームで引っ張り合って、どっちのその杯っていうか、その、はい、どっちが勝つかっていう勝負をする、もうこういう日の祭典があります。奨励祭と言います。で、奨励祭というのは実は山伏の100日行、冬の峰100日行のクライマックスです。で、それを超えて年明けをするというのがこの鶴岡庄内の出羽三山の、一大行事なので、ぜひまだ見たことのない方はぜひ足を運んでください。このままだと割と雪が少なくて、最近バイパスもできたんで昔よりスムーズに行けますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まずはいい年越し、そしていいお正月になりますことをご記念申し上げます。長いこと聞いていただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。鶴岡市議会議員の草島真一でした。ありがとうございました。おー、ありがとう。すいません、ありがとうございます。せっかくなんで、ね、ずっと差し上げます。